今回は頭が良くなる青ペン書き殴り勉強法を紹介します。難しいルールは一切なし。青ペンでノートに書き殴るだけ超シンプルで誰でもできるのに必ず結果が出る。早稲田塾で多くの受験生たちを合格に導いた勉強法のノウハウを公開。大人も受験生も使えます。 高校の時に通っていた予備校で実際にやっていた勉強法だったので馴染みはあったものの読んでみるとかなり深い「確かに」と納得させられることが何度もあったアオペン勉強法のやり方や効果の話というよりそこから踏み込んだ成功の法則的な話がメイン自分自身も高校生時代に体験しているからか 空,理空論でではなくリアルで実践的、しかも高度なことをやる必要がないので自分にとっては価値があったこの本すごいです父が何気なく買ってきた一冊なのですが気づいたら読み切っていましたここに書いてある青ペンを使った勉強法を私の友人が学校でやっていて最初は何の意味があるのかなって思っていましたが。 その意味がわかりすぎるくらい、よくわかりました。たった一つのことをやり続けることが、夢を実現する唯一の片方なんですね。新しい教科書に出会った気分です。以上、興味のある方は、実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。